ゆっくりしていってね。今回はなんと前回の続きです。まあ2匹目が取れていただけなのですが。本編の前に、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。投稿者のモチベーションが上がるので、応援の意味を込めてぜひ。この先の方にもかけていたのが取れました。結構時間はかかったのですが、取れれば問題ありません。取れること自体は嬉しいのですが、もう少し間隔が空いてくれると、食べる消費量が追いつくのでいいのですが、なかなかそんなわけにもいきませんね。上に行くにつれて荒れ放題です。最近新しいカメラが欲しいなぁと思っているのですが、いかんせん高いです。今はリコーのカメラを使っているのですが、GoPro かオスモアクションを考えています。しかしバッテリーの持ちが良くないみたいで、悩んでいます。できれば1つのバッテリーで2時間程度、最低でも1時間半は持って欲しいです。ですが最近は高画質になっているので、バッテリーの持ちは、妥協しなくてはならないのかな。実際に 4K で撮る予定はないので、スペック的にはオーバーすぎます。パソコンもとても 4K の編集は、できないレベルですので、そこまでのスペックはいらないのですがね、もしおすすめのアクションカメラがあったら、コメントお願いします。もう少し広角で撮りたいので、GoPro しかないような気もしますが、あと半年待てば新しいものが出るだろうし、買うタイミングも迷いますね。さて、あそこに隠れていますね。
今回は前後編分かれます。そちらの方もご視聴ください。